ちなみにルミさんはいつもどんなの使ってるんですか？私あの大会ティーです。あの木の大会ティーですね。あのゴルフ場でもらえるやつ、木のティー。でもなんでかってこれ理由があって、はい、私ショートティー持たないんですよ。でこれ例えばポッキリいっちゃうじゃないですか、うん、したらここだけでショートティーになるんですよ。あ、なるほどね。2回使えるということね。そう、あ、まあ、なんかましてでなくなっても木だから自然に戻るんで、そう、うん、そういう部分ではいいと思う。というかもらえるから。0円。0円。ラブホリー。誰か打ってみたいなのありますか？そうですね。でもこれまだ打ってないからこれ打ってみようかな。ぜひぜひ、うん、ちょっと手高そうだね。手低くして、1個手低くで、はい。ブニンブニン、くね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 、ブニンブニンですね。ナイス。おー、いいね。これもいいじゃないですか。ナイス。おー、いいね。これもいいじゃないですか。ナイスショット。このヘンテコリなティーよりは球ってやっぱ高いよね。それ一番ティーが、球が低かった。球が低い感じで、スピンが少ない感じした、うん、前に飛んでる感じがした、うん、へえ。この3つの中でルミさんがどれが一番飛んだかって分かるのかな。見てたかな。分かんない。いや、分かんないでしょ。でもティーはね、これが一番飛んだ。ほら、あっちまで行っちゃったもん。どこ？あっちまで。あっちまで。あ、ティーがね。ティーの飛んだ距離ね。ティーが飛ばないのはこれが1位。これ飛びましたもん、ティーちょっと、ね、これちょっとピョンで飛んだ、うん、これも飛んでっちゃった。これは飛ばない感じがする。これが一番飛ばなかった。へえ、うん、感じですかね。いやいやいや、ティーが飛んだ距離は競ってます。